金利はですね、マイナスって実はすごく異常な状態だったんです。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の瀬口です。このチャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。それでは本日の動画のテーマは、日本マイナス金利解除、円高株安金利高リスク再点検といった内容でお届けをしたいと思います。はい、本日ですね、3月22日なんですけども、今週3月19日火曜日ですね、日銀がある発表して、かなり話題になったんですけども、日本がですね、今まで続けてた、金利がマイナスにする、金利をマイナスにするというですね、政策、マイナス金利なんて言われてますけど、このマイナス金利をですね、もうやめますと、解除しますと、で金利がある状況にしますというふうなですね、発表をして、かなり実は話題になったんですね。でこの金利はですね、マイナスって実はすごく異常な状態だったんです。でその異常な状態がですね、9年とか10年続いてて、それをやめますと、金利がある世界にしますという話なんで、その経済自体はですね、正常化している、普通の状態に戻っているということの発表だったので、決して悪いことではないんですけれども、ただやっぱりこの金利が高くなる、低い状態では高くなっている状態の時はですね、やっぱり皆さんですね、株を持ってたりとか、その何でしょう、外貨を持ってたりとかですね、住宅ローンを借りてたりとかしますので、やっぱり金利が高いことによってそういった資産にですね、マイナスの影響を与えるという可能性がですね、かなりありますので、ですので今回はこの日本のですね、日銀の金融政策が変更することによるですね、株高とか、株安とか金利高のリスクを再点検すると、そういった動画にですね、できればと思います。はい、ではですね、非常に重要なのでお伝えしておきますと、3月19日の日銀政策決定会合というのがですね、で発表された内容のですね、まとめたものがこちらになっています。4つにですね、集約できるかなと思ってますので、1つずつお伝えします。1つはですね、冒頭でもお話したように、マイナス金利を解除しますということがですね、一番重要なですね、発表だったわけです。で今まではですね、マイナス 0.1% っていうのが日本の政策金利だったんですけども、これをですね、少しだけ上げて 0.1% だけ上げて、日本のそういった短期金利とかを 0% から 0.1% に誘導しますというふうな発表をしたわけですので、やや少しではあるんですけども、プラスのパーセントの金利の状態にですね、日銀は、日本は戻ったわけですね。はい。なので、このマイナス金利解除というのが一番、一つ目あって、一番大事な発表でございますね。で、二つ目はですね、これも非常に重要なんですけども、今とりあえずですね、マイナスじゃなくなったと。はい。ちょっとだけプラスの状態っていう金利の状態になったんですけど、なので、この追加利上げですね、があるかどうか、このゼロちょっとの状態から 0.25% とか 0.5% とか 1% とかですね、そういった金利するための追加の利上げに関しては、植田日銀総裁はですね、この追加利上げをするっていうのは、この物価の上昇がですね、ひどくなってきてですね、国民の生活に、影響を与えそうであるというふうなことが、数字的にもですね、分かる状況だったりとか、そうなってなかったとしても、そうなるリスクが今後高いんじゃないかっていうふうな思われる状況になったときに、追加利上げは検討しますというふうに発表したんですね。会見で発言したんです。ですので、追加利上げを今後してきますとかですね、しませんとか、そういうことは言い切ってなくて、どっちにも行く可能性はあるというふうなふうにですね、発表したと、会見で話したというのはですね、非常に重要なのかなと思いますので、2つ目ですね、挙げさせていただきました。で、3つ目がですね、YCC っていうですね、日本の10年国債の利回りですね。はい。非常に代表的なですね、一番代表的な国債の利回りなんですけども、その金利を今まではですね、日銀がコントロールしてたんですね。1% を上限としてて、それ以上上がらないようにしてたんですけども、この YCC と言われるものは実質的に撤廃しますと。なので、市場がもう完全に決めますということなんで、1% から 1.5% か 2% かになる可能性も今後はあるというふうにですね、なってるわけですね。一方で、長期国債の買い入れは継続するというふうにも発表してまして、じゃあ、10年国債利回りが 1% から 2% か 3% か、どんどん上がっていくとですね、大変なことになったりもするので、そういったように、過度に金利が上昇している場合は、日銀が国債買い入れて、その金利が上がるのを抑え込む、そういった可能性はまだあるというふうにはですね、決め方にはなっているので、
まあ、YCC は撤廃したんですけども、国債はですね、買い入れていく。今後も買い入れていく可能性は、まだ継続してますというのがですね、3つ目になってますと。で、最後4つ目がですね、日本の株価をですね、回復させるために、ETF とかリートを日銀はですね、全員まで購入してきたんです。で、このような ETF とかリートの買い入れっていうんですね、リスク資産の買い入れっていうのはもう完全に終了しますというふうに発表してましたので、まあ、これは株にとってはですね、結構影響ある内容かなとは思ってます。で、今もですね、日銀は、ものすごく購入してきたんですね。1年で7兆円ぐらい、その日本の ETF とかリートをですね、購入した年もあるぐらいで、で今残高で70兆円ぐらいですね、残高がありますので、かなり日本の株価をですね、買い支えてきた、わけなんですね。張本人なわけです。で、この ETF と買い入れとかですね、リートとかをもうやらないっていうことになっているわけですね。じゃあこの70兆円どうするのかっていうところはですね、それはまあ、正式に発表してないわけです。売却するとも、何とも言ってなくて、継続保有し続けるかもしれないし、売却してるかもしれない、はい、そういうような状態になってるわけですね。はい、まあ、これが3月19日の、日銀のですね、決定内容の、ざっくりとしたですね、まとめということになっております。ではですね、いよいよ、資産クラスへのですね、影響がどんなものかっていうところをですね、お伝えしていきたいんですけど、まずですね、米ドル円、皆さんも関心が、外貨をお持ちの方はですね、関心が高いと思うんですけど、米ドル円のですね、推移を見ていきたいと思います。いつもよりですね、ちょっと期間短めで、この日銀の発表がどれぐらい影響を与えたのかっていうのをですね、お伝えしたいので、短めにしてるんですけど、2020年の2月22日から3月22日なので、まあ、1ヶ月ぐらいですね、ここ1ヶ月ぐらいのですね、米ドル円の推移を、のチャートになっておりますと。で、まあ、こうチャートですね、結構一時的に円高に触れてて147円ぐらいまで、いってるんですけど、まあ、そこからこう上昇していって、右側の方ですね、3月19日にこのマイナス金利解除決定っていうのが発表されましたと。で、これを受けてですね、まあ、円高に行く可能性も結構あるかなというふうに市場は思ってたんですけども、ただ実はこのマイナス金利解除を決定したこととともにですね、追加で利上げの方向性を植田総裁は明確に示さなかったですね。追加利上げするかもしれないし、しないかもしれないみたいな、割と曖昧なスタンスだったので、それを受けてですね、この為替っていうのは、逆にドル高円安にですね、触れたんですね。あ、なんだ、もう追加利上げはしないかもしれないんだってですね。するって言ってたらですね、明確にするって言ってたら、年に、年内に1回とか2回とかする可能性高いですって言ってたら、結構ちょっと円高行く可能性あったんですけども、それをまあ言わないことによって、まあ、このマイナス金利の解除決定だっただけだったのでですね、それによってもう材料が出尽くした。っていうことによって、まあ、ドル高円安進んで、まあ、このようなですね、イメージになってるわけです。まあ、一時的に152円近くまで、行って、ただそれぐらいまでですね、まあ、ドル高になってくるとやっぱりこの、財務省とかがですね、口先介入とかをこうしてくるので、まあ、為替介入するかもしれないぞみたいな、発言することによって、まあ、ちょっとまた円高に戻ってですね、行ったり来たりして、今直近だと151円ですね、3月22日時点だと、まあ、151円ちょっとというようなですね、水準になっていますので、逆にマイナス金利の解除決定は、ドル高円安要因、まあ少しですけどドル高円安要因だったわけですね。まあ、これが米ドル円のですね、推移でございますと。ではですね、まあ、株価がどうだったかっていうところで、日経平均のですね、日経平均株価の推移になってますと。まあ、これも過去1ヶ月ぐらいのものになってまして、2月21日から3月22日ですね。はい。で、株も上がってるんですね。もうこちら、先ほどの、もちろん、為替の影響もあるわけですね。円安に進みましたので、日本の株にとってはプラスですから、こう、プラスにですね、推移しているというのがあるんですけども、どれぐらい上昇したかっていうとですね、3月19日、右側のですね、赤い丸つけてるところから、結構上昇しますね。まあ、4万円超えて4万800円とかまで、4万880円とかですかね、まで行っていて、金利、マイナス金利解除のですね、発表があってから、だいたいプラス 3% ぐらい、はい、上昇していると、いうふうなですね、推移になってますと。まあ、これもですね、まあ、先ほどの円安効果もあるんですけど、やっぱり追加のですね、利上げっていうのが、の方向性が明確に示されなかったっていうのが大きいのかなと思います。マイナス金利解除決定だけだったんでですね、まあ、それは市場もうですね、織り込んでたとですね。なので、材料、悪材料で尽くして、まあ、上昇したっていうようなことなのかなと思いますね。で、こちらがですね、まあ、政策金利と短期金、プライムレートの推移っていうことで、まあ、この政策金利っていうのは、この政府が決めてですね、政府じゃない、日銀が決めてるですね、金利水準ということで、この、緑色のチャートになってるわけです。はい。
で、今までですね、この緑のチャート、このゼロのところから真下になってますよね。なので、マイナス金利だったわけです。で、2015年にマイナス金利になってから、それがずっと2020年まで続いてきて、で、ここがですね、これまだ上がってないですけど、ここが上がるわけですね。ここがちょんとこう、上が高くなるわけです。で、上のですね、短期プライムレート、タンプラっていうのがこの青いチャートになってるんですけど、で、これ政策金利とほぼ連動してるんですね。はい。で、このタンプラっていうのがですね、まあ、いわゆる、皆さんが住宅ローンでお金を借りるときの、金利のですね、基準になってる金利で、このタンプラが上がれば、その借り入れ金利が上がるし、下がれば下がるっていうですね、代物になってるわけです。まあ、その住宅ローンだけじゃなくて、投資のですね、不動産の担保ローンとか、あと証券担保ローンとかですね、そういったものの、まあ、あらゆる皆さんがお金を借りているものの借り入れの基準のですね、金利になってますので、実はこのタンプラが上がるかどうかっていうのが下がるかっていうのがですね、非常に重要になってるわけですね。で、これはタンプラっていうのは、まあ、各金融機関がですね、決めてる、レートにはなってますので、政策金利に 100% 連動するわけじゃないんですけど、まあ、ほぼほぼ連動するっていうのがですね、経験則なわけです。で、この、チャートにもあるようにですね、政策金利がマイナス金利だった時、2015年のところを見ていただきたいんですけど、じゃあこの時ですね、タンプラも下がったかっていうと、実はタンプラ下がらなかったですね。マイナス金利だったんだけど、タンプラ下がらなかったかったわけです。で、これ逆のことを言えばですね、生産金利また、プラスになりましたというふうに上がったときに、タンプラがどうなるのかというと、まあ、上がらない可能性もですね、高いというふうにですね、の意味に捉えることもできるわけですね。マイナス金利になって、2015年にタンプラ下がらなかったので、逆にこのちょっとプラスの状態ですね、2014年とかの状態にその生産金利が戻ったとしても、まあ、タンプラもですね、じゃあ変わらないというふうな理屈がですね、取るのかなと思いますので、まあ、このタンプラが上がらないっていうことは、このマイナス金利解除によってですね、皆さんの、住宅ローンの金利とか、あと証券担保の金利とか、そういったものは、変わらない可能性の方が高いんじゃないかっていうのがですね、まあ、わかるわけですね。はい。はい。で、次ですね、まあ、いよいよ本題になってきますけど、まあ、金融政策の変更ですね、このマイナス金利、解除の、決定とか、あとは今後の追加の利上げとかですね、そういった政策変更が資産に与える影響というのをですね、再点検していきたいと思います。で、資産クラスですね、3つ挙げてますと。はい、特に皆さんが気になるようですね、米ドル円の為替ですね。で、日本株の株価。で、最後ですね、不動産、まあ、住宅ローンとか不動産投資のローンとかですね。あとは証券担保ローン。こういったものの金利ですね。はい。金利の低い、高い。まあ、こういったところの影響を見ていきたいと思います。で、影響が内容としてはですね、マイナス金利、真ん中の列がマイナス金利解除の影響ですね、先ほどお話ししたような内容で、で、右一番右側の列がですね、今後の追加利上げ、はい、追加利上げがあった時の、まあ、影響の予想ですね、となってますと。で、マイナス金利解除の影響で言うと、米ドル円はですね、さっきチャートでお伝えしたように、まあ、短期的にはですね、まあ、円安に触れていて、で、まあ、この、金利解除ですね、が、の後っていうのはですね、まあ、追加利上げすぐにできるかってできない可能性が高いと思いますので、まあ、この状態がですね、しばらく続くんじゃないかっていうのがですね、大方の見通しなのかなと思います。マイナス金利解除、緩和決定前よりは、まあ、ドル高円安の状況が続く、しばらく続く可能性が高いのかなというふうに思ってるんですね。では次はですね、日本株なんですけども、はい、これもチャートでお伝えしたようにですね、まあ、短期的には、上昇というですね、トレンドになってるわけですね。で、この状態しばらく続く可能性が高いんじゃないかなと。同じように思ってますと。為替と同じようにですね、思ってるんですね。はい。で、次が、不動産証券担保ローンへの影響ですけども、でまあ、マイナス金利 がですね、プラス、少しプラスになったとしても、まあ、2015年にマイナス金利になったときに、タンプラが下がらなかったことを考えると、まあ、今回の、まあ、金利がちょっとプラスになったという状況だとしてもですね、まあ、おそらくタンプラも上がらない可能性の方が高いんじゃないかということで、おそらくこのマイナス金利解除のですね、は不動産とか証券担保の、金利が上がるというですね、影響はない可能性の方が高いんではないかなというふうにですね、個人的には思ってますと。まあ、最終的には金融機関が決めることなのでわからないんですけども、まあ、ほぼほぼ影響ないのかなと思うわけですね。まあ、仮に上がったとしても、まあ、ほんの少しっていう可能性が高いのかなと思います。はい。これがですね、マイナス金利解除の影響なんですね。はい。で、この次が右側ですね。これはまだ起こってない、政策変更ですけど、まあ、今後ですね、この追加の利上げが行われた時の資産クラスに与える影響を、完全に予想ですね、これは。はい、予想しております。はい。
なので、まあ、参考に留めていただきたいんですけど、まあ、米ドル円ですね。まず見ていきたいと思いますと。で、まあ、この年内ですね、とか、来年とか再来年とか、これがですね、追加利上げの影響としては、変化があるところでして、年内なのかとか、来年なのか、再来年なのかの利上げなのかとかによって結構変わってくるのかなと思ってますと。で、まあ、先であればあるほどですね、ちょっとずつこの利上げっていうのを織り込んでくるんですけど、じゃあ割といきなりですね、利上げしますってなったとすると、結構当たる影響って大きくなるわけです。そういった意味で、例えば年内、2024年年内の追加の利上げがですね、まあ1回とか2回とかでもあったとすると、結構短期的には円高に触れる可能性がですね、高いのかなと思います。今時点でですね、この利上げっていうのは織り込まれてないわけですね。市場に織り込まれてないんです。マイナス金利解除で終わりでしょ、どうせっていうふうにですね、市場は思ってるわけなんで、年内に、金利を上げますっていうことは、そこまでですね、あんまり皆さん考えてないので、仮に利上げが起こったとすると、やっぱり円高になる可能性ですね、多少あるのかなと思うんですね。はい。これが米ドル円の影響ですと。で、日本株はどうかって言いますと、まあ、この日本株はですね、まあ、金利上げたからっていうよりはですね、まあ、上げたとしてもそんな大したですね、上げじゃないわけです。0.25% とか 0.5% とか。じゃあ、日本の株のですね、日本の企業に与える影響ってどこまであるかっていうと、めちゃくちゃ大きいわけではないわけですね。なんですけども、逆にやっぱこの、為替の影響ですね、の方が大きいわけです。なんで、追加利益があって円高になります。その円高がですね、株価に短期的に与える影響がやっぱり大きいと思うので、やっぱりこの、金利が上がって、円高になって、それによる株価下落っていう可能性がですね、結構高まってくるのかなっていうふうに思うわけですね。はい。これは日本株の影響ですと。で、最後は不動産、証券担保ですね。こういった金利への影響はどうかって言いますと、まあ、追加の利上げがあったとするとですね、まあ、間違いなく借入金利は上昇するという可能性が高いのかなと思います。まあ、タンプラがですね、上がるってことですね。マイナス金利解除ではですね、上がらない可能性は高いと思うんですけど、その後のですね、追加利上げがあったとすると、それはもう純粋に上がった分ですね、借入れコスト上がるんじゃないかっていうふうに考えてるんですね。なので、追加で利上げがあって、まあ2回利上げしたら 0.5% ですから、4回やったら 1% ですから、その分が今の金利ですね、今の借入れ金利にまあ乗っかってくると、その分上がると、金利コストが上がるというふうに考えていただいてですね、いいのかなというふうに思います。はい、そういったところでですね、今回のテーマの日本マイナス金利解除、円高、株安、金利高、リスク再点検をですね、最後に動画のまとめができればと思います。ポイント4つありまして、まあ、1つ目がですね、なんでもう、マイナス金利解除はですね、終わってることなのであまり考えてもしょうがなくて、もはや焦点はですね、追加の利上げがあるかどうかということです。で、この追加の利上げっていうのはですね、まだ市場に織り込まれてないので、この追加、じゃあ年内にですね、しますとか、来年します、しそうですとか、まあ、そういうのがですね、織り込まれてくると、やっぱり資産クラスに与える影響っていうのがですね、徐々に出てくるので、結構注目点ということになるわけですね。で、2つ目がですね、まあ、その利上げのタイミングっていうところで、まあ、年内利上げだと、まだあんまりみんな予想してないので、まあまあびっくりするわけです。あ、金利上げてきたよっていうですね。はい。まあ、1回でも2回でもですね。まあ、1回だったらまあ1回かってなんですけど、2回ぐらいがあると、まあまあちょっとサプライズかもしれないですね。で、なんで年内利上げとかだと、やっぱりこう円高とか、まあ、その円高に伴う株安ですね。日本株安の可能性は、少しあるのかなと思うわけですね。はい。これ2つ目ですと。で、3つ目がですね、なんで、このマイナス金利解除だけだと、不動産とか証券担保の金利は上がらない可能性が高いと思うんですけど、追加の利上げがあったんですね。追加で利上げがあって、まあ、0.25 でも 0.5% でもですね、上がったとすると、まあ、その分ですね、金利上昇をする可能性は高いですので、まあ、不動産とか証券担保でお金を借りている方とか、もう今後借りるですね、検討している方っていうのは、この金利上昇の可能性があるという覚悟はですね、十分しておく必要があるのかなと思います。3つですね。はい。ではですね、最後の4つ目のですね、まあ、金利のですね、じゃあ水準、追加利益をやったとして、まあ、どれぐらいまで上げれるかっていう話なんですけど、まあ、これは完全にですね、個人的な予想にはなるんですけど、まあ、せいぜい上げれてもですね、日本の経済とかの実力を考慮すると、まあ、1.5% ぐらいまでにですね、とどまるのかなとは思っております。やっぱり日銀としてはですね、量的緩和が終わってですね、もう金利のある世界でみんな知ってですね、その日本の経済とか、そういうものをコントロールできるですね、
状態に戻したいと思っているので、まあ、ある程度金利の水準はですね、あった方がいいというふうには思っているわけです。でそういう中で、ちょっと 1% だとですね、心もとないなと思うわけですよ。ちょっと少ないよねと。まあ、景気、手こ入れするとしてもこう 1% ぐらいしかですね、下げれないわけなので、もうちょっと上げたいなと思っていると。なんですけど、2% までいくとですね、結構厳しいところもあって、まあ、その日本企業の借り入れコストは上がりますし、まあ、その住宅ローンとかですね、ほとんどこの短期金利に連動してますので、2% 金利が上がるとですね、結構支払い利息相当増えますから、なかなか厳しい方たちがですね、多くなりますので、日本のこの賃金とかですね、十分にこの上がりきってない中で、やっぱり 2% まで金利いくっていうのはなかなか考えづらいわけですね。で、日銀のですね、日本のですね、国債の金利の利払いとかもかなり多くなっちゃいますし、厳しいなと思うわけです。って考えると、まあその真ん中のですね、1.5% ぐらいがいい落としどころなんじゃないかなと思うわけです。で、この 1.5% ぐらいすぐあるんじゃないのって思うかもしれないですけど、なかなかですね、1.5% の利上げって、利上げの回数でいうとですね、0.25% 刻みだとすると、まあ6回利上げしなきゃいけないので、まあなかなかのですね、心理的なインパクトがあるわけです。じゃあその年にですね、じゃあ6回もアメリカみたいに利上げできないですから、せいぜいできて、年2回とかなわけです。日本とかって年2回ぐらいですよね。だ年2回で、まあ、1.5% すると、まあ、6回なんで3年ぐらいですね、1.5% 上がるのにかかるので、まあ、3年かけて 1.5% ぐらいの世界で、ウェイド総裁ですね、任期終わるぐらいに、まあ、じゃあ 1.5 ぐらいあったらですね、十分やったんじゃないのっていうふうにですね、なイメージで考えてらっしゃるんじゃないのかなとはですね、個人的な要素ですね、思ってるわけですね。そういったところでですね、本日は、日本のマイナス金利解除、円高株安、金利高リスク再点検といったのをお届けさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。